まずはベルサイドスープラからのテスト。川の出方なんか結構スムーズで、別にそういうドカンと来るようなこともなくて、そしてこの空力が効いてるのかもわかんないけども、やっぱりこのクラスの FR のこういうパイパワーシャツっていうのはやっぱ300以上っていうのがちょっと不安なところあるんだけども、ちゃんと安定してたからリアがよく効いてるような感じしたんだけども、フロントは浮いてるってことはなかったね。ハンドルはちゃんと効くから。ガムテープで目張りされ、高速でエアによるボンネットの浮きを抑える、トップシークレットスープラが発進。パワーには問題なし。しかし、あれ、ハーネスやばいんじゃない。矢跳び走るときに、初めて走るときに、だいたい通る第一関門なんだよね。みんなメイプこんで硬ければね、いいだろうということを言うんだけども、それでも矢跳びの場合はバンクでダメなんだね。普通ではなかなか分かんないね。足が決まればさらに加速できるはず。トルクで不利なロータリーだが、3ローター化して排気量を稼ぎ、ブースト 1.2 で680馬力をマークするパンスピード7。タイヤとフェンダーが当たりながらも踏みっぱなしの台、切れてる。フィーリングはどうすか？早いよ。久々だね。いいね、あれ。ロータリーは早いと。